ばんは、ありがとうございます。ミッキー君、ゴキチャリさん、ありがとうございます。ユージーさん、ありがとうございます。ミホちゃんから頑張れってきたちょうど終わった。ミホちゃんの配信ちょっとさっきまで見てて、それちょっと過ぎちゃった、もしかして。ちょっと気づいたらさ、30分でさ、ミホちゃんの配信に紛れてコメントしたんです、実は実はね、コメントしてた私。あ、でも全然コメントしてない、こんばんミホしかしてないですけどね。ピッピさん、みかげさん、アロマさん、川下徹さん、ミスタラさん、マウさん、福太郎さん、ユージーさん、ありがとうございます。あ、時間通り、あ、よかったアンナに会えて嬉しい、よかったです。ありがとうございます、来てくれて。こんばんは、ちょっとここがパサパサしてる。本館見ないの、見れないですよ、こんな時間にこの時間に見ちゃったらちょっとやばいっす。東京特化区画局長さん、ありがとう。サッシーさんもありがとうございます。31分になる前だったよく見てる。今日僕の誕生日なので、今日こそ結婚して。うわー、誕生日ね、強いな。でも今日誕生日の方、来てらっしゃった方いたので、うん、なんか誕生日の方が結構今日いらっしゃるみたいでそうですね、ちょっとなんか結婚して飛んできた。とはですか、人見知りみたいになってすまんの。全然。ジャックさん、ありがとう。会えたのが嬉しすぎた、私もです。久しぶりアンプに会えてね、来てくれて嬉しかったよ。モンタさん、ありがとう。グルオジさん、結婚してありがとう。グルオジいつ来るの漢字さん、タワーありがとうございます。タワーのお礼、 TikTok のストーリーにあげようと思ってます。でもちょっとまだあげれてなくて申し訳ない。漢字さん、タワーありがとうございます。漢字さん、今日かけるかな、今日かけたらお見せしますね。ありがとう、来てくれて嬉しかったです。なぜこれ、あ、これでいいのか、何これ、どれだろう、どれ、前どれに書いてたっけ。あ、これだわ。やばい、なんかミスった。なんかちょっとシステムが新しくなって、やばい、慣れない。あ、しかも充電なかった。漢字さん、とありがとうございます。今日はあえてたくさんお話できて嬉しかったですありがとう。疲れ。熊手パパさん、かすきさん、もんたさん、さんぴんさん、ありがとう。なおくん、ありがとう。安心安全ナンピア安心安全カムタンナです。カッピさん、ありがとう。今でしょ、雪の結晶なくなっちゃったんだ、そっか、悲しい。ほら、ありがとう。15日アンナちゃんに会いに行きたい。9月、アトジャムですか、嬉しい。神谷つしさん、もんたさん、ありがとう。2ステージあるの嬉しいね、めっちゃ楽しみ。アトジャム、アトジャムの話もしましょう今日。ミスタラさん、おかっぴさん、ありがとう。メールくん、結婚してありがとう。チルツも、チルツも結婚してだありがとう。安否安定の可愛さだった、嬉しい。トラタロさん、モッチーさん、ありがとう。アンナがうるっと来ててびっくりした。いや、ちょっとうるっと言わすね、することを言われたらうるりますね私は。で、私最初の曲でのコール聞いてうるりそうになったけど耐えたよね。楽しいが勝った。嬉し涙を超えるぐらい楽しさが勝った。から、まあ、いいのか悪いのかちょっと分かんないですけど。26日の渋谷も楽しみです。来てくれるってこと？嬉しい。緊張してるって言うけど、毎回嘘だと言われて泣いてる。なんか緊張してる風にはね、言えないの。すごい。なんだろう。でもさ、人ってそうじゃない？あんまりさ、あ、この子緊張してなそうみたいな子いるじゃん。でも緊張してるんです、みたいな。そんな感じよ、褒め言葉よ。落ち着きがあるねっていう褒め言葉です。もっちーさん、かずきんさん、ありがとう。ちゃんと話したの初めてで嬉しい。特典会間に合ってよかった。何か終わりかで来てくれたのかな、ありがとうございます。私も久々に話して嬉しかったです。めっちゃ顔ちっちゃかった。天使絵の具さん、ゴビザリーさん、ありがとう。いなちさん、ありがとう。しおりんさん、ありがとう。山田太郎さん、何、おししかかたん、よっしゃー、よししかかたん、ありがとう。徳
悪天候で嬉しいこと伝えてくれたか、なんかいろいろ救えた。本当ですか、よかった。話したかったこといっぱいあったのにって書いてたよね。あ、また話そうね。ひらっちょさん、しおりんさん、ありがとう。 Today very nice luck, thank you。 今日ちょっと前髪薄くしました。よしひささんと、けーふわとろさん、ありがとう。15と16のチケット確保した。え、早すぎ、素晴らしい、ありがとう。15日アットジャム、16日アンレームさんとの対バンですね、楽しみ。ガッピさん、ありがとう。そうね、アットジャム来週帰国するから会いに行くね。え、来週帰国するの？どこの、え、今どこにいるの？ナツピン、いや、名前呼んじゃった。かわいすぎ、ありがとう。久しぶりじゃにゃん。さすがでした。嬉しい、そう言ってもらえて。皆さんが来てくれたおかげですね、ありがとうございます。緊張してまともにアイドルさんと話した試しがない。いや、緊張しますよね。私もさ、そう、お話し会、握手会行ってたことあるんですけど、なんかこれ話そうとか言って意味わからん、マジどうでもいいこと話しちゃうもん。なんか、何やったっけ、なんか今日の朝ごはんはみたいな、マジどうでもいい。マジどうでもいいこと言っちゃう。なんかさ、言いたいことあったのに、もうなんかもうそれどころじゃなくなっちゃって、マジどうでもいいこと言っちゃった。言っちゃうよね、あるあるなのかな、これは私あるあるなのかわかんないですけど、私あるある。あっくん、ありがとう。撮影タイムで呼んだら振り向いた。安否かわいすぎた。ね、呼んでくれたよね、嬉しい。8月25日行くよ、ありがとう。8月25日テイクコイン、ありがとうございます。お母さん、ありがとう。リュックさん、ありがとう。冷やしそうめん、あ、どれか、そうめんおわ冷や麦おわ冷製パスタ。冷や麦って何ですか。久しぶりにいた人見知り発動して何も話せなるかもしれんからよろしく頼みます。コメントでは流暢なのに。まさくん、チョッピーさん、ウルフさん、ありがとう。あざあるんで、なんかめっちゃあざ増えて見えますか、これどうしたんだと思いますか。何事って感じ。これ今日朝増えた、昨日までこの2個しかなかったの、今日朝増えたの。しかも綺麗に一直線、なんだろう、マジで怖くない。夜寝てる間に暴れてるんだと思う私。カズキンさん、チャッピーさん、ありがとう。イタリアンに在住です。イタリアン在住、日本生まれじゃなくて元からイタリアなのってこと。在住なんだって、やばい。定期途中から入れるかな。25フリーライブの方かな。伊藤博さん、アイスレモンさん、ありがとう。そう、ここ3連時代ですね。また会える機会ができて幸せすぎた、ありがとう。今日の俺やん。寿司使えないことしか言えなかった。でもまだまだまだチャンスありますから、いっぱい話せる。まもちゃん、ありがとう。アンナの得意な話題は天気の話題です。今日は暑かったですよね。取れなかった。ライブあんなに近いと思ってなかったね。バーミヤンさん、ありがとう。石国くん、ありがとう。初めての時はすごく緊張するね。そうですね。ごめんちさん、ありがとう。石国くん、ありがとう。誰かエルボーした、ここわかんないですね。画面越しのアンナチンと生アンナチンは違うんです。なるほど。ベイマックスの顔みたいだって、ウケる。初めて言われたわ。暴れているのかもしれない、普通に寝てる間に。こっちにもあるんですよ、ほら見えますか。結構足にも結構なんか青タンあって、なんか暴れてるっぽい。お疲れうどん。四国は海外じゃないですよ。ホセさん、ありがとう。10月か11日月タイミング合えば行くよ。ね、楽しみにしてますね。東京出張で来るんだよね。あ、違うか、それ9月。忘れないよ。ホセさん、ありがとう。フォローありがとう。アクリルシートがないのが初めてです。私もアクリルシートなしであんな近くで話す、めっちゃ近いですよ。今日行くか迷った方、行かなかったよとか
26日にタワーレコード渋谷であるんですけど、もういやめっちゃ近いから来て、もう全然私が手出せば握手できますよね。私が手を出せばなでなでもできます台風の影響で今日は行けずに、あー、いえいえいえ、またの機会お待ちしてます。そうだよね、台風ね、悲しいね。小学生低学年ぐらい暴れてる、やばい。私綾川に海の見えるカフェができてて、草、帰国したら、やばい、帰国やばいどこですか綾川の海って、どこですか海の見えるカフェ、どういうこと。花ちゃんはもうマリオカートに誘ってくれましたか。まだです。で、花ちゃんと、花ちゃんが前香川に行った時の話してくれました。あざが増えると成長するのでは。炭治郎、9月の出張延期になったの。あー、ピエン、リリーベ楽しかったみたいでよかったな、ありがとう。いつか遊びに来てください。首凝ってるかな、私わかんないです。普通だと思う。パンチして気合い入れていいんですか。私が敵になるんじゃない禁止みたいな感じで1週間お休みになるかもしれない、私なんせひとまずお金を拝見できてほっとした。私もです、ありがとう。ワンワン。綾川に海ないの。綾川町は山、なんか香川県の真ん中です。ボコボコの点点点にする日が来るとはね。海を作ったらしい。マジ想像つかない愛の距離も近いです。イメージで行きたいわ。待ってます。関さん、ゴギザリーさん、ありがとう。そう、ハッピーセット昨日からですよね。うん、そう、行きたいなって思ってるけど、そう、マック行きてないですあれってランダムですか、何ですかね。殴ってくれるのやばい特定のステッカー、アーナ4種コンプしたけど、アーナのシークレットあるらしいよ。アーナのシークレットはね、教わりらしい、教わりアーナらしい、ファンの人が教えてくれた。シークレット出たいんよって言われて、あ、これシークレットなんじゃと思って、その前にもそのカード見せてくれた人がいて、シークレットってその時は知らなくて、みたいな、あ、こんなんあったんだと思って、ありがとうって言ったけど、シークレットだったみたいあ、その人もシークレットと知ってて入れてたんだと思うんだけど、だからその人にとってはアンナの反応薄かったかもしれない。入れてくれたんだ、ありがとうみたいな感じだったけど、シークレット出たことに対して言ってほしかったかもしれなかったのに、私はちょっと気づけなかった、ちょっと悔しかったですそう、シークレットお座りだし、しかも私ね、今日始まる時に、いや、私欲しいですって言ったんです。やっぱね、欲しいじゃん、記念として欲しいなーって思って言ったんですよ。欲しいですって言ったら、もうランダムに入ってるから、そう、ゲットできるか分かんないけどもらうねって言われて、3セットもらったんですよ。で、開けたんです。で、私1枚も入ってなくて悲しいだけですね。アンピ1枚も出なかった。ピエン、マイハブの配信見てるとゲーム好きの、そうですね、ゲーム好きな子多いと思います。コレクションありがとうございます。犬みたいな感じだったかな、わかんない。そんな犬みたいなお座りではないですね。お姉さん座りしてます。バンちゃん、ありがとう。今日マンク行ったけど買ってなかったわ。てへ、4種ランダムなのきついねそう、食べ物のランダムとさ、グッズのランダム違うから。食べ物は食べることが最後残ってるからね。ゴキザリーさん、シキさん、ありがとう。でも最近の私はついてるから、ガチャガチャ欲しかったやつ手に入れるから。今日反省しかないけど、どこがよ、楽しかったじゃん。リベンジ待ってますね。でも余分あるから写真集と一緒に渡したい。プレゼント待ってますやばい、新メンバーのやつがおねだりしてるってなっちゃう。私も1枚もいませんでした。そうだったの。安否7枚出たけど4種揃わなかった。ルチャのシークレットが出た。いいな。桃鉄やったことない、やってみたい。全1枚ずつ出た。あ、均等。自分アンプ1種類2枚でした。普通
通にもらうのが早いな。普通にもらう？シークレットお座りしてたのは今気づきました。今気づいたんだ。あ、じゃあ大丈夫そうだわ。大丈夫そうだわ、なんか今気づいたっぽい。リリーベお疲れ様でした。ヘアアレンジ素敵でした。次回なくて特典会不参加でした。あー、次回なくて、あ、時間なくてか。ありがとう、嬉しい。自分で髪巻いてます。髪の毛自分なんですけど自分で巻きました。今日レッスンがあって、そう、レッスンの後に巻きました。花ちゃんに奈落という言葉を教えました。あ、そう、それ言ってた、その話したよ今日。奈落教えてもらったって言ってた。誰かでリリーベしてました。桃鉄ワールドガチ勢だから一緒にやりたい。何なんですか桃鉄って。なんかあんまスゴロクみたいなのしか思ってない、わかんないです。まだ21歳のアンナ1日しか見てないから泣いてます。そうですね、待ってます。いや、もう22歳になるのも近いです。私11月なんで。でもなんかもう受け入れてます。21から22は結構どうでもいいかもって感じ。なんか20歳から21とか19から20は結構嫌だって感じ。もうほんまに嫌だ、やめてほしいって思ってたけど、なんか興味変わんないわ。21から22はあんま変わんない、結構全然変わんない。変わんないなって思ってます。20代マジでどうでもよくなってます。そんなことないよ、20代は楽しまなきゃ。スゴロクで猛鉄、スゴロクで全国や世界回って都市の物件を買い、なん、買い揃えて利益を競うゲーム。あ、そうなんだ、そんななんか壮大なんだね、知らなかった。なんか人生ゲーム的なのかと思ってた。あ、そうなんだ。そうですね、今回の衣装首から肩全部出てるので私が一番露出がある。全メンバー衣装種類があって、その組み合わせなんですけど、長袖と長袖じゃないメンバー、肩ここが全部出てるメンバーと、あと肩だけ出てるメンバーとかあるんですけど、私が全部露出あります。たま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 ね。赤ちゃんだったアナチンが22歳とか、赤ちゃんの姿知らないだろう。いずれまた気にならなくなる、それはママ言うね。24歳ぐらいから変わりそう。24歳の自分考えられない。2年後ってさ、すぐだけどさ、24歳になってるって結構やばいね。現実受け止められない、なんかやばいね。第一第二の学年、あ、そうなんだろう。これ森末団長ため仲良くしてますよ、ひめなちゃん。あてな、さこちゃん、安否が大人担当になるなんて慣れてないです。いや今日結構やばかったですよね。今日来てくださった方、何が大人担当だよって感じでしたよね。絶対告知やばかったです。告知私練習してちょっといい感じに言えたんですよ。で、あ、え、よしよしと思ってたんですけど、本番になったらもう全部あわあわですよね。やばい、頭真っ白白白ってやばかったです。最近占い行ってないんですけど、1回だけ卒業して1回だけ友達と横浜の中華街に行って1回だけ行きました。ガン見してきました、見てました、ありがとう。12月初旬に東京行くときにイベントがあるといいですね。待ってます。この前まで5歳だったのに、やばい、5歳か。私アンナちゃん来月で生まれて8000日だって、やばい。8000日らしい。あわあわ、泡も可愛かった、だってありがとう。そうやってね褒めてくれる人が大好きですね。その横浜当たってたと思います。でも分かんない、あんま分かんないです。
お台場もぐもぐになってました。お台場もぐもぐなってた。お台場、グランサパーク、アーナがめっちゃしっかりしててキャリアウーマンだったら好きになってないかも。じゃあこのままでいいってことですね。ありがとうございます。金子さんありがとう。ほっこりした、大ほっこりだって。やった。告知のアナウンスのクオリティはいい意味で安否らしくて、いい意味で安心してくれたって、よかったです。クオリティって言われてる時点でやばいですね告知スースーできてなかった安否じゃない？だよね、知ってた。だからそうしたのやばいそうしたのやばい。ソロメイトさんありがとうございます。そう、個性を大事にしないとね。生誕公演とかあるのかな、わからないな。最近言えなかったカタカナ言葉ありますか？なんだろう。アーナからしか摂取できない栄養があるって。だって名言誕生、名言、あれをわざとやってたら天才確かに演技何でもできるね。あれは演技派アンナかもしれない、もしかすると。本当はもっとね、ペラペラ、もう英語も喋れる本当は。もうやばい、ネイティブ、その日本語の英語じゃなくてちゃんと海外でも通用する英語喋れます。芸人やばい。この冬は音楽を聴きます。あなたとクリスマスイブ。クリスマス、私クリスマスの曲を夏に聴くの結構好きで、一時期ハマってて結構聴いてた。家でクリスマスの曲聴いてたなんだっけ、なんだっけ、思い出せないんだけど、なんだっけ、なんとなく想像してしまうの、なんだろう、どれ、何の話だろう。生誕あると思いますよ。だってありがとうございます、教えてくださり、あると思います。だって You can do it。 実は完璧天才女優だったり、だったらビビりすぎて一生口閉じなさそう。騙されてるね、鋭くついてビビるんよ、いける、鋭くついてくるとき。なんか悲しくなる。でも私ペラペラ喋りますよ、ほら今みたいに今みたい今日のライブ見れて、話して心と体が軽くなって、やっぱ推しすごいなってなった。嬉しい、なった。これなんかさ、舞台とかにありそう。今日ライブ見れて、話して心と体が軽くなって、やっぱ推しってすごいなっていや、なんか言わされてるからすごい今。焼肉い、焼肉熱。以前からのマイファブファンの方が話しかけてくれてめっちゃ優しかった。よかったですね、おめでとうございます。お友達ができました。100点回答滑舌女優安否滑舌。でもなんか滑舌は良くないみたいな感じで、ちょっとマイハブの中でも通ってて気まずいですイベントは今後も週1か週2ペースで何かしら開催するできたら嬉しいですね。でもなんかそうですね、イベント対バンとかフェスとか、あとそのリリーベとかね、ね、いっぱいできるようにっていうことは言ってらっしゃったので、そうなったら嬉しいですね。いじられてしまったごめん、いじったつもりじゃないよ、そのありがとうっていう気持ちで、あ、これちょっとそう聞こえないって言っただけでね、はい。正直に言うと今また会ったらもっと恥ずかしいと思いますそんな嬉しいですよ、来てくれて。早々にバレてしまう、みほちゃんが言いふらしたんで、ちょっと滑舌が、この子滑舌がっつって、安否滑舌担当とは何滑舌悪いキャラ言われなくなってたのに、言われなくなってたのかな。今日ライブのパフォーマンス見て安否アイドルに戻ってきたんだなって、嬉しいです。でもやっぱステージとか踊ることとか楽しいなって思いました。セラミっぽかった
ティフの特典会の時もマイハブのファンの方がいろいろ教えてくれて感謝でした。おお、やったね、ありがとうございますね。私もたくさん教えてもらって、初めましてっていう方も来てくれた。そう、よろしくねって。明日から東京人が増える、戻ってくるの、みんな戻ってくるのってやばい戻ってくるんだ。あの件なければ泣いてたかもしれん。あの件がなければ、あ、なるほどね、泣いてほしかったわ。カーストールさん、ありがとう。ライブ帰りでリリベ行ったんですが、ペンライトの色分からなくて触れませんでした。何色ですか？私はね、紫色、ペンライトカラーは紫色でやらせていただいています。ペンライト紫で照らしてください。アンピをこんなに早く見れると思わなかった。みんな口それてそれを言うけど、私もそれを言ってるし、同級生とか全然知らないと思います。ほんまに知らなくて、知ってる子は、知ってる子数人には話の流れで、そのお盆の帰ってくるとか香川みたいな感じで言われた時に、あ、そういえばねみたいなで話して、そっから広まってるかもしれないけど、そう、全然言ってないです。言ってないし、私もびっくりしてます。だから私もそう、いとことかから、え、アイドル始めたんだっていうの来た時に、そう、私もびっくりしてるって送ってるぜひフォローしてください、メンバーもね。この前の配信でアンナチンの滑舌のことコメントしたけど、それは生まれず鬼が生まれた。それな、え、前回のなんだっけ、ショールームのイベントじゃないですね、なんかマイハブでショールームやった時に、なんかファンの人にアンピのこと教えてもらおうで、コメントでなんか読まないでって思うやつが全部読まれたアンピは鬼とか、アンピは前世木炭とか、いや読まれなくていい、読まないでって思ったやつが全部読まれた12月中旬にイベントがあればアンピーズの共同戦、なんだろう、集まりたいってことかな。カズキンさん、ありがとう。本校はちょっとこの時間見れないです。フォルメイトさん、ありがとう。オレンジと紫の二本持ちありです。アンミホ待ってます。絶対何か知らん形で帰ってくると読んでました。本当ですか？試験です。ありがとう。いとこにも言ってなかったですね。ちゃったらさん、ありがとう。アンピにも絶対忘れられると思ってたからさ、そんなことないですよ。それは読まれるでしょ前世木炭パワーワード、何それってなるか。言わないでって、もう説明がちょっと嫌だから、恥ずかしいから説明するの、説明ちょっとしたくないからさ、人に説明してほしいよね。この子は前世木炭なんですよ、そう言ってるんですよって言うんですけど、もうそれ以上私深掘りされても直感型人間なんで分かんなくてあ、ペンライト一色で大丈夫ですよ、お疲れ様です。全然前世から僕はキャードゥル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 ドゥ、ありがとう。アンピ、やはりお話し会さよらなは言わないって言った俺は正解だったえ、でも結構ね、なんだかんだ戻ってくるよみたいな、で自分はえ、どうだろうって思ってたけど、半年でね戻ってきて芸能にね、びっくりですね。私もあの配信面白かった、嬉しい、よかったです。直人さん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。あらさあ、喉が渇いちゃった、喉が渇いちゃった、ママをパシるかどうか悩んでます。早福さん、ありがとう、ありがとうございます。今日は差し入れでドーナツもらって食べました、美味しかった。芸能界に必要ですか、ありがとうございます。ママ手元にバームクーヘンしかないけど、いる、バームクーヘン、もっと喉渇いちゃう9ヶ月か。今日目の前にした時、現実かどうかほっぺつねりたくなったわあ、つねられなかったんだ。え、でも今日結構ね、チップくんまた見せてねって結構
バレた。だからみんなチップくん求めてるんやと思って。まあなんか若干お知らせにはなるかなって思うんですけど、また後日ね、ちょっとあはい、ちょっとね、はいやばい、気まずい、なんか変にさ、はいちょっとねとか言っちゃったからめっちゃ気まずくなっちゃった。配信でワンコちゃんがね出てくると思います。まさかで泣いた。泣いてないんかーい。ずっとアナがいる、嬉しい、ありがとう。やったね、麦茶くれるのありがとう。チップくんのインスタちょっとやってたんですよ、私もう消したけど、チップくんのインスタやってて最初2ヶ月ぐらいはやってましたでもそっから来て結構もうほんまに1ヶ月に1回更新する程度で、で今はもうないですね。でやってました、チップくんのアカウント。結構褒められる、褒められるっていうかね、そのワンコ友達にそう、綺麗な毛並みですねとか、可愛いですねって。パセリが亡霊が来たいける、意味深じゃないですよ、ワンコちゃん最後も見れなかったからお時間がね、ママにえなんでやねん。あ、切るの早、ちょっと大変だった私こう、いや消してるから言える話なんですけど、インスタをやるのがすごい楽しみだ。私卒業決まって、卒業発表、卒業が近づいて、あ、インスタやりたいってずっと言ってて、多分そう、以前のねアイドル活動応援してくださってる方は知ってたと思うんですけど、その絶対インスタがやるんだ、楽しみなんだって言ってたんですよ。でやったんですけど、最初は楽しかったけど何が楽しいか分からなくなって結構飽き性でした私そう、向いてなかったですね。でもアイドルとして、もう今はもうそのインスタのねアカウント消してるんですけど、アイドルとしてね、マイハブとして の、 そのインスタいつかね個人のね作れたら頑張れると思う。やっぱ応援がないと頑張れないからね、 SNS 頑張る理由はないなと思ったのでなかった犬顔チップくんの映えを探求してた。そう、特典会近いんだね、アンペミホリ眩しくて近づけない僕の太陽そう、インスタ毎日のような投稿してる人ほんますごいですよ。久しぶりに会えて話して最高だったよ、私も太陽ありがとう。そう、インスタ迷子、そう、発信する理由が欲しい。そうそうそう、コメントが活力になり、ピンスタグラムTikTok もね、 TikTok もねみんなが見てくれるから頑張れる私 TikTok はほんまに出すの初めてで、やったことなくて、なんか覚えて、頑張って覚えてます。 毎日ショールームもすごかった、ありがとう。え、 TikTok って来てたから TikTok って呼んだら忘れずに伝えます、ありがとう。インスタよく見てるからほんと待ってる。嬉しい、インスタねできたらいいね。でもなんか私映えができないってことに気づいて、映えれないんですよ。しかもなんか系統みたいなのあるらしくて、なんか系統揃えてみたいなとかあったりとか、分からんみたいななんか分からんくてすぐ消してました、投稿して消してみたいなしました。ケイフアトロさんありがとう、 TikTok うまい、ありがとう。全身 TikTok ですか、どうやって撮ったらいいか分かんない、全身むずいね、ちょっと試行錯誤してありますねTikTok、 チップトックやばい、チップトックやばい。サラピのインスタ X と同じでいいの、安否全身映えてるからだって、ありがとう安否自体が映え、ありがとう。
そう、インスタ系統運動みたいなのがあって、系統を揃えるみたいな、むずすぎ。TikTok コメントしやすいから、質問してくれるからコメントしやすいかも。なんかコメント数も大事じゃない、コメントとあとハートと、なんかなんだっけ、なんかそう、見てる時間と見てる人と、あと保存率とシェア率が大事らしいのね。だからコメントしやすい言葉をやった方がいいのかなって思ってはいるけどね、難しいですね。逆に映えないブレた画像だけ、それをもはやエモいってなるかもしれないしね。アナチンらしいインスタでそう、メモ再投稿、それだ、再投稿とリンクコピー。 TikTok のネタについてついていけなくてコメント悩んでしまう。うん、なんでもいいですよ。おはようでも可愛いでもいいです。 TikTok のコメント厳しい時もある、時も多い。するのが、それともした人がってこと。そうね、知らない方にもおすすめに出れるようにね、頑張りますね。で急にバズるからね、あれは。だからいつかヒットするかもしれない、ね、あれのどこがヒットするんだよって感じですよね。頑張ります。何回か折りたためたコメントに入ってた。あ、なんかありますよね、折りたたまれたコメントみたいな、見てもさ、えみたいな、これなんで消されるみたいな、可愛いみたいなやつもさ、消されてるのかな、えみたいな、びっくりする。そうですね、フィーバー起こそうぜ。そう、何きっかけでねバズるか分かんない。私最近 X でダチョウしてる人めっちゃ見るの好きです。バズってますよね。ママーママー、お水欲しいっちゃうよ。ママはパシリとされます。LINE を送りましょう。いや、ママ絶対寝てないですよ。私は知っている、ママが寝ていないことを。あれ、間違えた。ね、ダチョウやるためにバズってるのすごいよね。ショール見てないです、ママこれ見てないよ絶対。チップくん、チップくん、のどがかだか、んクレマさんさん、ありがとう。今日結構言われた言葉があって、アヌちゃん学業の方は大丈夫って結構言われた。何人かって言っても2人とかではないです、4人ぐらいに。大丈夫だよ、大丈夫だよって言いました。あ、マーピー来たよ、 FC 入会したよ、ありがとうございます。レッド君結婚してありがとう、来てくれてありがとう。ローンでいい、チップくんは来ないよ。チップくん年した。え、もう？すっかりゴーンって。来る？年したらしいです。本校は見てないです。え、天才だもんね。サディカールームサービス。僕5年で卒業？あ、大学？まあね、自由ですからね。あ、そっか、みんな、そっか、なんでもないや。なんで常温かというと、常温のお水が好きだから、私が。
暑い時しか飲まないです。見てください、ピクミンとトムこれは最近回した、これも可愛くて、これがねどうしても欲しくて回したら一発で出たの。トムとジェリー可愛いと思って、これね、あーまだ話せなかった、話したかったのに、また報告しますね、報告しますね、またワンちゃんお見せしますね。似てるんですよ、うちの子。あ、ママから LINE 来た、寝てるらしい、ちーくん寝てるらしいです、ね、ほ熱でもホットは、ホットはすげー、でもまあ今日お母さん、お母さんとか言ってた、朝あったかいお茶飲んでた、でえみたいな、よう飲めるねって言った、けど確かに夜ご飯豚汁食べたから、あーらららら、それは毛玉大きすぎる、やばい、チップくんお休みしてる。このトムがとてもねワンちゃんに似ててめっちゃ可愛いんですよね。たくさんの方がレディーベ来てくださって、特典会来てくださって嬉しかったです。夏でも鍋食べる、確かに食べる時もあるかも、食べてないけどチップくん、ええこれもしかして知らないか、みんな、チップくん、え今年ですか、今年、去年雪降りましたよね東京、え違うっけ、ちょっと待って、見せ、え、チップくんの写真マジ見せたい、マジ可愛い、可愛い、やばい可愛いわ、え雪降ったっけ今年、雪降りましたっけ今年か、チップくん雪と共演しました、共演うん待って可愛い、やばい可愛い、待って一旦見せるわ、可愛いってかよ、まるさんありがとう。えいつぐらいに雪降りましたか、いつぐらいに雪降ってんだ、懐かしい、可愛い、ちょっと後ろにパパいるんですけど、可愛い、可愛いな、あ、危ねえ、これも可愛い、え、いつぐらいに雪降った、雪って降ってないのかな、2月なわけないよね、あ、待って見つけたわ、え、待って待って、やばい、この写真見せたいけど普通にバイトの写真とか見せられない、悲しい、マジ見せたいのに、マジ可愛い雪だるま作ったのに、あ、これこれこれはチップの足跡、チップの足跡です、チップの足跡、2月6、わ2月5の20時だわ、でちょっとベランダ歩かせたんですけどかわいい、あーかわいいよ、かわいいよ、こんくらいでかわいい、今日結構積もってる、待ってね、動画あるんだけど、あー映せないよ、あんなピ映せない、あこれいけるんじゃない、癒し、これ雪、え結構足冷たそうにしてたけど楽しそうだよ、あこれいける、ほら雪を歩いてます、ベランダ、もう普通のベランダにちょっと置いちゃったんですけど、置いちゃったって言い方やばい、絶対に雪冷たいよね、けど楽しそうにしてた、でも私のエゴかもしれないですけど、氷タイプの犬、そうメッカワなんですよ、あとキンさんかわいい、ありがとう、えへ、さあありがとう、かわいいですよね、
マジかい。かわいい。しかも私、そう、その雪の日、雪が降り始めた日と次の日積もってたんですけど、どっちもバイトで、前日は早帰りっていう言い方変ですけど、早くそう帰れて雪降ってきたから、で次の日は朝から雪かきしました。初めてがっつり雪かきした。後半寒そうね。こたつで丸くなる。トゥルトゥトゥル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 。みんなにね見せたい写真いっぱいある。ディズニー行った写真とか見せたいもん。でも、いつかあげますね。雪かきめちゃ積もると重労働だよね。バイトめっちゃ寒い時じゃん。そうなんですよ。卒業して1ヶ月ちょっと、2ヶ月かな、2ヶ月でバイト始めました。お久しぶりです。ありがとうございます。その時雪かき残しやりました。筋肉痛になったかな。それよりも寒さが勝った。もう足先がずっと冷たいみたいな、もう足先が冷たくて、でもずっと濡れたままみたいな。でこんな日に人が来るのかよみたいな。って感じでしてました。けどまあまあまあ数名いらっしゃった。数名ではないわ。でも楽しかった。結構入ってすぐぐらい、入って1ヶ月経たないで雪かき作業初めてして、手の指もやばいかも。寒いもんね、寒いもんね。卒業して収入がなくなったからとかじゃないです。バイトをしたかったので。バイトをした経験がなくて、バイトの経験してみたいなと思って、どこにしようってずっと悩んでて、そうカフェとカフェをさでがいいなと思って、ちょっとずっとここいいなとか、カフェ行った先とかでここいいなとかめっちゃ見てたりしたんですけど、ある時初めてある遊園地に行って、ここ楽しそうと思って、速攻で決めて。そうです、書類を送りました。在宅、いいですね。あったかまって、あったまって、うちの草むすりして。草むすり検定持ってないですけど、いいですか。カストルさんありがとう。今日ユニバー特集されてたんです、テレビ。今日パパがユニバー特集あるよみたいな、でも録画かさばってできないってママが言ってて、 TVer で見なきゃねみたいな、朝 LINE されてたんです、来てて、あそうなんだって思ってて、じゃあ今日帰ってきたらやってて見たんですけど、マジ行きたくなって泣きそう。マジ行きたくなった。ほんまにユニバー行きたい。ユニバー大好きなんで行きたいです。その時の経験が今日のトークに生かされてます。イエス。でも私バイトで何回も噛んだことあるし、何回も変なこと言った、疲れて意味わかんないこと言っちゃったことある。なんか本当になんかまだいろんなんか30分交代で場所交代するんですよ。で帰ってきた時にお帰りなさい、安全バー上がるので手を離してお待ちくださいって言うんです。で行く時は安全バーをシートベルトつけてもらって確認して、私がで安全バー下げてもらって上がらないか確認するっていうのがあるんですけど、間違えて、そうもうごっちゃになっちゃうんですよね。やばいよね、頭がこうぐるぐるした時、朝からもう夜までで2日連続3日連続3連勤とかの時とかは、最後ら辺はもうなんかやばいんですよ、生きてなくて脳みそが。
で行く時にシートベルト下げなきゃいけないのに、シートベルト上げてください、上がるので手離してくださいって言っちゃって、あマジやらかしたと思って、でも間違ったか、あ間違っちゃったっていうのも恥ずかしくて、何事もなかったようにシートベルトその後安全バー下げてくださいって、もう何事もなかったかのように言ったけどやばいですよね、この言い間違い何回かしたことある。安全バー上がりますって、なんか上がらないとこにいて安全バー上がりますって言っちゃって間違えたみたいなとかアイスバーと上がらなかったです。そう、安否に安全がかかっててね、気をつけてやってました。ミニオンバーガー大好き、安否バーやばい常連さんもいましたね、来てね、で今日は違うお友達と来てるとか、今日は家族で来たんだとか言い間違い得意だよねは悪口今日家、あ今家着きました、ありがとう、楽しかったです、よかった、すごいありがとう、遠くから来てくれてたのかな、気にしてないですか。今日は知らない女の人とはないですけど、でもこう私やるの好きな、これはどういう関係で来てるんだろうっていう考えるの好きで、普通に仲良しで男女ペアで来ているのか、グループとして来ているのか、なんかデートとして来ているのかみたいな考えるの好きで、でもマジ悩む時あるんです、いやこれどっちみたいな、ガチどっちみたいなことはあったら一緒にその受付のことを、えちょっとねえねえみたいな、どっちだと思う、友達かなみたいな、カップルかな、どっちかなみたいな、いやそれ私は思ったみたいなで会話すぐそこでちょっと弾んじゃうよね、ちょっとそれも楽しいところでもありましたね、そんな楽しみ方もあります。賭け始まる、賭けやばい、サンピンさんありがとう。いやなんか中学生とかね、中学生とか分かんなくないマジで、友達として来てんのかカップルで来てるのか分かんなくて、えどっちだと思うみたいな乗り物乗る時とか部屋入る時つい癖でお願いしますって言わない、なんだろう、まあ、行ってらっしゃいってめっちゃ言うようになっちゃった、行ってらっしゃいみたいなとか、お帰りなさいとか、なんか家で、あ行ってきますただいまみたいな、あお帰りみたいな言うけど、いってらっしゃいみたいな、なんかその外向けには言うことないから、それをに慣れちゃったかもしれないって感じ、忘れるけど手つないでなかったら難しい、お客さんには聞けないよ、えお友達ですかとか聞けないけど、でも自分が調子いい日とかはネイル褒めちゃう、なんかめっちゃネイル可愛い、そう女子高校生とか来たら、えめっちゃネイル可愛いですねみたいな言う、安否に報告もあるんじゃない、安否に報告、チョコチップさんありがとう、わらありがとう、バイトで行ってらっしゃいって言ったら他の店でも行ってしまいそうやった、ああなるほどね、物販の時行ってらっしゃいお帰りなさい使ってください8月25日行くよありがとう、他のメンバーのとこに行ってらっしゃいだって、だってどうぞ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 、いやいや別にね、全然気になるならね、ね悪いことじゃないのね聞いてくるスタッフさんいる、そうなの、そうなのかな、でも乗るアトラクションによるんじゃない、なんか結構時間が余るところ、時間が余るっていうか、なんか乗せるのに間違ってたら喋るんじゃないかな、私の場合はもうなんかずっとぐる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 してるから、なんかそうじゃなかったんだけど、おかえり、なるほどね、鍋猫さんありがとう、ピー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 、ご挨拶は大事ですからね、自分も怪しい年の差の2人の時に盛り上がった、ああね年齢が違うとかね、確かにこの見た目でも知らん人に結構話しかけられます、そうなんだ、
そうなんだ、一番やばい返信しちゃった、そうなんだとか言ってた。うーん、でもなんか人見知り感ないですけど、全然、むしろなんかいろんな人と話してるイメージ。実は一途なのか。カズイさんありがとう、今日のリリーベ楽しかったです、ありがとう、こちらこそありがとう。そうだ、リリーベで思い出した、なんとですね、今日のリリーベすごく楽しかったんですよ。来れなかった方もね、この楽しかったっていうことはお伝えされるのは嫌かもしれないんですけど、すごく楽しくて、久々にたくさんお話、結構落ち着いたお話ができたというか、すごくすごく本当に楽しかった本当に楽しくて結構テンション上がってます今なんですけれども、こんなねリリーベがまたできたらいいなって思ってたんですけど、なんと8月26日タワレコード渋谷さん5階です、皆さん5階、5555555階にて行われます。ぜひ皆さん遊びに来てください。特典会内容は一緒かどうかわからないんですけれども、そう、ぜひ聞いてください。なんと渋谷に私たち行きます。そうそうなんかヘラヘラしちゃって申し訳ない。行けなかったけど楽しかったならよかった。うんうん、まだいつか来てね。カッキーさんありがとう、関さんありがとう。月曜なんですけれども、お仕事終わりとかにぜひ、とりあえず一回行った方がいいですよね。555階で、池袋あんまり遊んだことなくて、あんまりというか記憶がない。池袋行ったことはあるけど、何かしたか記憶はないですね。だからほぼないけど、渋谷はカフェ行ったりとかしてたかもしれないけど、あんまり詳しいとこは分かんないので何とも言えないですけど、渋谷は割と行ったことあります。お高いでしょう。なんとステージは無料で見ることができます。で、前の方で見たいなって方は、あの特典解禁付きのやつで優先のエリアもらえるんですけど、でもどなたでも見ることができます。ぜひ渋谷待ってます。渋谷は8月26の月曜日、26月曜日です。カメコタイムあるといいね。池袋見た？なんか絵みたいの見たよ。その辺付近3日あるのやばいよねそう、25、26連チャンになっていて、やさぐれた街です。そうなんですか。池袋埼玉だみたいな、なんか聞いたく、池袋埼玉に近いのかな、なんかそれ聞いたことあるわ。タジさんありがとうございます。で、そうで、さっきね8月25、26連チャンやんって来てたんですけど、8月25日は定期公演がある日で、定期公演夜からなんですけど、13時に、からなんとフリーライブがあります。フリーライブは名前の通り無料でライブが見られるものになっております。どなたでも見ることができるので、新橋ジールシアター東京、ぜひ皆さんお待ちしております。なんだってトゥトゥトゥルトゥルルはい、13時からで、14時から特典会なので1時間ぐらいのライブにはなってます。整理呼んだって言われたんだけど、呼んでないんだけど、今大きい声で喋ってました私。アンナ、何も言ってないよ。怖すぎ。整理券早めに発見しないとダメですよ、なくなってしまいました。今日ですよね、リリーベですよね。スパ最強らしいんで、ぜひ皆さん、新橋開拓したことないからおすすめ。新橋は香川と愛媛のアンテナショップがあるんでおすすめです。特典会楽しいですよ。やはやはさんありがとう。私そんな結構大きい声、あ、なんだってって言ったからか呼んだってなんだってに反応したのか、びっくりした。チョコチップさんありがとう。
びっくりした、マジちょっと怖かったもん。あ、でもフリーライブといってもドリンク代はちょっと必要になるんですけれども、でもねライブがあったり、あとライブ後には全員無料のお見送りハイタッチ会もあります。え、触れちゃうの？え、私多分これ初めてだよ、みんなとの接触初めて、初めてみんなに触れること、みんなの温かみを感じる感じることができるのですごい嬉しい、楽しみです。ぜひハイタッチ会楽しみしてます。ただねオールスタンディングになるので、あの体にと相談してぜひ来てください。整理券は11時半から配られるようなのでぜひ、あのはい、それに合わせて来てください。なんだって、せっせ触れられちゃう、やばい。マリンタートルさんありがとう、デザイザーハートさんありがとう、ハイタッチしたいです。しかも無料ハイタッチなのでぜひハイタッチしましょう。8月25日マイハブフリーライブ、ぜひ遊びに来てください。そして8月28日は、8月28日はジャパンアイドルスーパーライブに出演させていただきます。お台場グランサパークです。ほらめっちゃ今めっちゃそらそら言いたくない、なんで言えなかったんだろう。無料ハイタッチそうまだ特典会内容決まってないんですけど、8月28日のライブもあり特典会もあるのでぜひ来てくださると嬉しいです。まだタイムスケジュールも出てないんですけども、平日でお仕事の方が終わってから来られる時間だったら嬉しいなって思ってますし、言えて偉い、ありがとうスムーズだったよね。受験です、ありがとう、手の震えが止まらないと思います。3列目まで来てた、あーそうなの、タカさんありがとう。デザイザハタさんありがとう。香川愛媛と岡山鳥取の物産展が対面にある、あそうなんだ、めっちゃすごいじゃん夕にまで見たアーナのお手手やばいアーナのお手手待ってます。握手会もね特典会であるといいですね、早く。あとはですね9月15日アットジャム、9月15日のアットジャムはそうタイムテーブルが発表されて、私たちは2つステージに出演させていただきます。まず1個目は13時20分からのやつ、これ13時35分、15分だけですね、マイハブ15分だけの、パイナップルステージ、あともう1個がオレンジだよね、オレンジステージの16時25分から16時40分15分ですね、オレンジステージございます。ぜひ皆さん合わせて来てくださると嬉しいです。カンナギラビッツさんがねパイナップルステージ近いんですよ、そう朝日さんにお会いできたら嬉しい。あとはですね華麗なアイボリーさんがオレンジステージだと前なんですよ、だからお会いできたらね嬉しいですね。この日はねジャムズさんがストロベリーステージ朝な、一番朝なんですよ、だから予定があるのかな、会えないのかもしれない、悲しい。すれ違い通信ジャムズさん、カレアイさん嬉しいだけ。東京なら休まないでもワンチャンいけるから助かります。口ぶれが好みです、ありがとうありがとうございます。そう共通のお友達がいてそれで話しました、長尾理央さんとということで
あと8月26日もお待ちしています。チケット販売中なので、あ、今日明日かブログ出すので、明後日ぐらいにブログ出ると思うんですけど、今回は告知していた通りみほちゃんとのデートの詳細を送りますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。そこにブログの最後に告知も載せてるので合わせて見てください。まだブログ前見てない方は見てください。そして最後のお知らせ、私 X、TikTok やっております。ぜひフォローしてください。ショールームもフォローしてください。通知いくのでぜひフォローして、そんなしということでぜひ見てください。ということでこれにて配信を終わりたいと思います。ライブ見に行きたい、嬉しい、待ってます。犬が鳴いてる、はい、そうですね、今日はおねむちゃんなんで寝ようと思います。フリーライブの告知は先ほどさせていただきました。今日も可愛すぎて癒されました。よかったです。メイケンチーズおったということで、あ、はい、はいはい、また後日ね、ワンちゃんを配信にお見せ、ママがねワンちゃんを見せたがってる、ずっとだからということで、幸せな時間を皆さんとお過ごしできて、お過ごし過ごしてすごく嬉しかったなので、嬉しかったなので、やばい、嬉しかったです。なのでね、今回も楽しい思い出作っていきたい、嬉しいです。安らかにお休みしましょう。月曜日からの仕事頑張れます、よかったです。そう、ヨッシーうまいから、私ペロンうまいのかな、わかんないです。まさくんありがとう会いに来てください。配信初見だった、来てくれてありがとう。こちらも嬉しかったので、嬉しかったですか、ありがとうございます。今日はありがとうございました。では男女を始めます。13位サンピンさん、11位ホセさん、11位ミスタラさん、9位カーストールさん、8位しおりんさん、7位東京特許許可局長さん、アイスレモンさん、5位チョコチップさん、4位カズキンさん、3位よしここくん、2位おかっぴさん、1位かんじさん、タワーありがとうございます。今日は来てくださりありがとうございました。タワーのお礼は明日配信するかなするかな、やばい、明後日の予定次第なんですけど、したいなと思ってます。ということで感想ポストする、ありがとうございます。皆さんもぜひ、拡散、私たちマイハブの可愛いところを拡散してくださると嬉しいです。ということで配信を見てくださりありがとうございました。コメントもギフトもありがとうございます。グッナイン、ありがとうございます。たくさん寝ます。明日も楽しみましょう。おやすみ、親カレーうどん、おやすみすみみみ、おやすみみみんぜみ締まりが悪いですね。おやすみみみんぜみ、やばい。かまたねー、おやすみ、バイバイ、ありがとうございました。はい。